これが一つ最初の大きなポイントになると思います。さあ3階級制覇への挑戦が始まりました。井上尚弥です。村田さん、立ち上がり井上の戦略として気をつけなければいけないことはどんなことだと考えられますか。まあ、まずは距離とか相手のパンチをよく見ることですよね。はい、まあ、それを今しようとしていると思いますので、まあ、それさえ見切ればすぐに打ち込みに行くと思いますね。はい、まあ、村田さん、身長差で10センチ、リーチ差で10、およそ12センチという数字はこれはちょっと無視できない数字でもありますよね。まあ、もちろんですね。ただそのただの数字だけじゃなくて踏み込みの距離、はい、速さあ、というのが、あ、光森が当たった。はい、距離に直結しますから、井上選手、左ボディが当たった。早くもその距離を潰してきたか。いや、村田さん、今の踏み込みどうでしょう。この左ボディですか。だからこの速さがあるので、この速さがあれば距離はもう潰せてしまいますね。そういうことなんですね。山中さん、今のボディは確実にプレッシャーになったでしょうね。そうですね。序盤は様子見るかなと思いきや、すぐに踏み込んで距離潰してましたね。戦前言われていたこの身長差、距離のこの振り、これをあっという間に潰しにかかっている井上尚弥。プレッシャー、これ山田さん受けてますよね。マクロネルですが受けてますし、多少強引にもう、キラ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 グラッときた。何度かゲストにもお呼びしたことがあります。ドネア選手が決勝に駒をすでに進めて、井上選手あるいはロドリゲス選手どちらかが上がってくるのを待っています。さあ第2ラウンドです。1ラウンドはどちらが優勢に動いていたように見えました。そうですね、ロドリゲスの方は、もうように動けたのかなというのはあります。おっと、1人のけぞらせました。早いコンビネーション、つなぎを見せます。いきます。きれいだ。お客さんも一瞬びっくり。そして右、左はボディーのバーナクレーター。2度目のダウンです。続行できるのか。さあ井上がとどめを刺しに行きます。早い試合になりそうです。さあボディーブロー、きた。これはすごいパンチです。試合終了。フットワークを生かして自分のダメージを確かめています。第2ラウンドに入りました。この試合は圧倒する、そう宣言していた井上尚弥。その言葉通りの幕切れということになるんでしょうか。これでお互い戦い方は少し変えていかないといけないので、はい、ドネア選手は、まあ、やっぱできるだけ左フック。ドネアの左、これは今度はガードしています。右のストレートから左の井上がギアを上げてきたか。そうですね、やっぱりスピードに差は少しありますね。どちらですか。井上が左へ引く。レジェンドがついていけない。左はまたヒットした。早くもあるのか。右を差し込んでいった。またドネア選手のカウンターは警戒したいですね。井上選手、はい、左から右です。一発狙ってますから、ね。はい、左差し込んだ。またクリーンヒットだ。仕掛かっています井上尚弥。しかしここでドネアが井上をロープ際に追い詰めていきます。左フックだ。井上尚弥消えた消えた。チャンスだ。消えてますね。まとめにかかる井上尚弥。2年の科学の時を経て圧倒する井上尚弥。なんと決着は2ラウンド。Status at 118 pounds. Inoue's IBF, WBA, WBC titles on the line. Butler's WBO strap. It has been a clean sweep for Naoya Inoue here in Tokyo.
19th World Championship fight, 18-0 with 16 knockouts. But Butler has been taking on the attitude of trying to go the distance with the unified champ. Now in a way with a combination to open up this 11th round. Oh, and I love the speed on those punches. That's what I'm talking about. Changing up the cadence, baby. Speed coming down the middle, but now he needs to bring it downstairs after he get those hands high and raised on Butler. Attack that body. Right hand to the body is a good one. And a big right hand that comes in. Great work from Inouye. Big combination scores the knockdown here in round 11. That power.